私は新見彩、夫の秀明と結婚して1年、待望の赤ちゃんを授かった。あまり無理をするなよ。何かあったらすぐに言ってくれ。ありがとう、頼りにしてるわ。二人で微笑みながら赤ちゃんがいるお腹を眺めた。それから月日が流れ、安定期に入り、赤ちゃんの性別が分かる時期になった。検査の結果、男の子だと分かり、夫をはじめ義家族と私の家族にすぐ報告すると、みんな早速男の子の赤ちゃん用品を探し始めたみたいだ。何見てるの？名前辞典だ。やっぱり俺たちの子にふさわしい名前をつけたいからな。張り切ってるのね。期待してますよ、パパ。へへ、いい名前考えるからな。私は無理をしない程度に家事をこなした後、隙間時間には本を読んでいた。ナルニア国物語、これいいんだよね。学生の頃から好きで読んでいた本で、社会人になってから全巻大人買いをしたお気に入りの本なのだ。あや、体は大丈夫か？洗い物したら浴槽洗って湯を溜めてくるから、お風呂に入るまでゆっくりしてくれな。秀明、仕事で疲れてるのにごめんね。本当にありがとう。すごく助かってるよ。何言ってるんだよ。夫として、お腹の子のパパとして、当たり前だろ。頼りがいがあって惚れ直しちゃう。この人と結婚してよかったな。妊娠する前から夫は家事を積極的に一緒にやってくれていたけど、現在はその時の倍くらいやる気になって家事を率先してくれている。そんな夫に私は本当に感謝が尽きない。きっとこのまま子供が生まれたら、夫婦で協力していい子育てをしていけると安堵していた。あや、お風呂の準備完了だぞ。ありがとう、助かります。あれ、何の本読んでるんだ？ナルニア国物語だよ。へー、そんな本あるのか、初めて知った。学生の頃から好きな本でね、面白いんだよ。あー、なあ、俺にもその本貸してくれないか？どんな話なのか興味ある。いいよ、全巻あるから読んでみて。ありがとう。私が好きな本に興味を持ってくれているのを嬉しく思いながら、私は夫に本を貸した。まさかこれがトラブルの引き金になるとは思いもよらなかった。それから1週間が経ったある日、夕食後の洗い物が終わると、ニコニコした夫から呼ばれた。あや、子供の名前が決まったぞ。本当？聞きたい、楽しみだわ。A4 サイズの紙に子供につける名前を書いた夫が満足げにそれを掲げた時、私の時が一瞬止まった。あさあお、当て字にしたの？ごめん秀明、これなんて読むの？これはな、朝の藍色と書いてアスランだ。アスラン？そう、アスラン。自分でもびっくりするぐらいの間の抜けた声が出た。これはな、人生の壁にぶつかり、目の前が暗くなっても明るく困難を乗り越えれるようにっていう願いからつけた名前なんだ。それにな、この名前にはライオンのように強い男の子に育ってほしいっていう願いもあるんだ。ライオン？ちょっと待って、まさか私が貸した本に出てくるキャラクターのことを言ってるの？おお、よくわかったな。読んでいるうちにそのアスランが好きになってさ、お前もナルニア国物語好きだし、いいだろ？本にはまってずっと熟読してたのは知ってたけど、まさかこんなことになろうとは。危機としてそういう夫に再び愕然とした。朝の愛と書いてアスラン、我ながらいい名前を考えたな。秀明、せっかく一生懸命に考えてくれたところ申し訳ないけど、それは考え直してほしい。なんで？これってさ、キラキラネームってやつだよ。違うよ。違わないよ。朝愛って書いてアスラン、完全にキラキラネームだと思う。違うよ、ちゃんとした由来があるって。キラキラネームのことは知ってるけど、俺の考えた名前と一緒にするなよ、気分悪いぞ。ねえ、よく考えてよ。これ初めての人が見たら絶対読み方わからないよね。その度に読み方聞かれて一番苦労するのはこの名前つけられた子供なんだよ。大人になってもずっと続く苦労を、しなくてもいい苦労を子供にさせるつもり？何言ってるんだよ。俺たちの子供ならきっとこの名前に誇りを持ってくれるに決まってる。
名前は付けられた人の人生にずっと伴ってくるものよ。生まれてから死ぬまでずっとね。私たちは親としての一番最初の責任が子供に名前を付けるってことだと思うの。いくら由来があったってこの子が苦労するんじゃ意味がないと思うの。心配しすぎだよ。大丈夫だ。この名前で苦労なんかしない。じゃあはっきり言うけどね、人前でアスランなんて名前で子供を呼んだら他人から好奇の目で見られるよ。そしたら恥ずかしい思いをするのはその名前で呼ばれた子供なんだよ。我が子の長い人生を考えたらアスランなんてつけちゃダメだよ。黙る夫を見て私の話に納得をしてくれたのかと思いきや、夫から出てきた言葉に愕然とした。あや、君は他人の目なんか気にするのか。俺たちが我が子を一番に愛してあげたらいいだろう。話聞いてた？他人がどう思うが、俺たちの子供は一番可愛いよ。それでいいじゃないか。親としていいことを言ってくれてるのはわかるけど、話がずれてるよ。君がどんなに反対しようが、俺はこの子の名前をアスランにする。そして、俺たちが一番に愛してあげような。うん、解決。解決してない、してない。まだ話終わってない。自己完結したようにうなずき満足した夫は椅子から立ち上がって自室に行ってしまった。残された私は途方に暮れ肩を落としたっていうことがあったんだよね。その後も何度も説得したけど聞く耳もたずでさ。はあ、お兄ちゃんってば何考えてんのかしら。数日後、義妹のひなちゃんに先日会ったことを愚痴っていた。高貴な目にさらされること間違いなしじゃないですか。それで恥ずかしいのは子供ちゃんなのに。今ひなちゃんが言った高貴な目で見られるよってことも言ったんだけど、他人がどう思うが俺たち親が愛してやればいいとか申しておりました。このままだとお腹の子がアスランになっちゃうよ。お姉さん、私いい考えがありますよ。っていうのはどうですか。うんうんうん、なるほど、それはいいかもね。じゃあ今度の日曜日に結婚しましょう。私の甥っ子にそんなふざけた十字架背負わせてたまるか。結託した私たちは日曜日に夫を買い物に誘い3人で出かけることにした。やっぱり休日は人が多いですね。お姉さん大丈夫ですか。なるべく人混みは避けてゆっくり買い物していきましょうね。うん、ありがとう。しかし珍しいな、ひなが買い物に俺を誘うだなんてさ。まあまあ、たまには兄孝行しなきゃね。そして作戦決行。私とお姉さんは化粧品見たいんだけど、アスラン兄ちゃんはどうする？え？すぐそこに靴屋があるよ。アスランはカバンが欲しいって言ってたし見に来たら？おい、何？っていうか声が大きい。そうなんだ、私がアスラン兄ちゃんに買ってあげようか。アスラン兄ちゃんにカバン。おい、だから声が大きいって。どうしたのよアスラン、いつものアスランらしくないわよ。そうだよアスラン兄ちゃん。私たちの声に周りの人や通りすがる人が、え、アスランってこの人みたいに夫をチラチラと見てる。向かいのおばさまたちなんてあからさまにひそひそしてるし、夫はその視線に気づいているようで恥ずかしそうに顔を赤くしていた。恥ずかしいからやめろ。何なんだよ一体。小さな声で静止していた夫がついに切れた時、すかさず義妹が夫に言った。その恥ずかしい名前を自分の子供につけようとしてるの誰なのよ。え、兄ちゃんの子供は兄ちゃんの年になってもおじさんになってもおじいちゃんになっても人混みでアスランって呼ばれ続けるのよ。お兄ちゃんこうしてすぐに辞めれるけどさ、もし子供ちゃんがその名前になったらすぐには辞めることできないんだよ。そうか、そうだよな。その日の夜、神妙な顔をした夫が謝ってきた。ごめんなさい。いいよ、分かってくれたのならそれで。これどうかしてたよ。でももう目が覚めたから、ちゃんと我が子にふさわしいいい名前考えるからな。うん、秀明が考えてくれた名前楽しみにしてるね。こうしてキラキラネーム事件は幕を閉じたのだった。解決策を提案してくれて協力してくれたひなちゃんには本当に感謝している。
ちなみに夫がああなった理由は、初めての子供にテンションが上がりすぎてはっちゃけすぎた結果だったと後に判明した。3年後、パパー、ミノル、そんなに走ったら転んじゃうよ。平気だもん。気になる身のように心に固く信念を持ち、誠実な子に育つようにとミノルと名付けた我が子はすくすくと育っている。しかしミノルは本当に可愛いな。そうね、アスランなんて名前つけなくてよかったわね。言ってくれるな、あの時の俺はどうかしてたんだ。たまにアスランネタを夫に言うと顔を赤くして恥ずかしがるので面白可愛いのだ。パパとママ何のお話してるの？そうね、ミノルの生まれてくる前のお話だよ。ミノルが生まれる前にお名前何がいいだろうねってお話してたんだよ。ミノルはミノルだよ、好きだよミノルのお名前。満面の笑顔の可愛い我が子を見て、私たちも心が温まり笑顔になるのだった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。